イーグル8イーグルは、イギリスのロールス・ロイスにより設計された、航空用エンジンである。ロールス・ロイスホークが開発されていた頃、フレデリック・ヘンリー・ロイスは、サイチ一ーを採用した2 0 0 h p q o 型機用エンジンの開発を指示した。すでに開発が終了していた、王立航空交渉の RAF3R の12のライセンス生産を希望していた。 イギリス政府と多少の圧力があったが、連合国の勝利を左右するエンジンなら、最高の信頼性を与えるべきだという良心と責任から、ロイスやクロード・ジョンソンは、ルノー式設計を容認せず開発を続けた。1914年9月8日に、フレデリック・ヘンリー・ロイスによる 250HP マークアイ、ニックネーム、イーグルアイの基本レイアウトが出来上がった。内4。 インイコール 114.3mm 高低力、インイコール 165.1mm 60度 V 型12気筒で排気量 2300cc、再 1C2 バルブ、シリンダーは単造削り出しスチール製、クランクケースはアルミニウム鋳造、ウォータージャケットは溶接組み立て式と基本的にはフォークの拡大版であったがツインプラグ化され、 減速比0.65、1のファルマン式プラネタリー減速ギアが装備されるなど、変更点もある。1915年3月に完成し、1915年半ばから量産に入り、当初の想定通り大型機に搭載されたほか、パワー不足を指摘された、当時の最新鋭機まで様々な機体に装備された。総生産台数は104台である。その後改良は続けられ、 1917年には 300HP のイーグル8が完成し、3302台とイーグルシリーズでは最大数を生産し、軍用に供された最後のイーグルエンジンとなった。ビッカースビミー総発爆撃機に2機搭載され、ジョン・ウォールコックとアーサー・ブラウンによる世界初の大西洋横断無着陸飛行を成功させている。1922年には、 イーグルナインが完成し 360HP を発揮したが、これは民間用である。名称からすると最終型は1925年に試作されたイーグルズビーだが、これはドア4インストローク4インの X 型16、気筒エンジンであり、イーグルアイとの共通点は全くない。ありがとうございます。